私は大きく4つあると考えています。1つ目が削減主義のカルチャー、例えばコスト削減あるいは残業削減の名のもとに相互の景色合わせ対話をする機会が奪われ続けていた削減主義のカルチャーが1つ。そして2つ目にですね、不条理な慣習や同調圧力を押し付けられるあるいは正そうとしない、年功序列の名のもとに今までの組織で権力を持ってきた人たちに合わせなければならない、あるいはみんな無駄だと思っているけれども決まりだから仕方がないよねで思考停止している、あるいはそれを押し付ける直そうとしない。3つ目がコミュニケーションコストがかかりすぎる、こんなものもありますね。コミュニケーション大事ですがいちいち対面とかね、コミュニケーションコストがかかりすぎる、かけすぎる。4つ目、これがものすごく大事なんですけれども、人として扱われない、若手を軽視するとかあるいは社外の人を業者扱いするとかですね。最近よくあるのが、例えば相手に対して高圧的な態度を取る、例えば店員さんとかね、はい、そういう方に高圧的な態度を取るものも含めて人として扱われない、こんな4つが職場ひいては社会をギスギスさせるのかなと私は捉えています。